シュルクーフ級駆逐艦はフランス海軍の駆逐艦の艦級。計画艦型番号は T-47。本級は第二次世界大戦で壊滅した駆逐艦戦力再建のための戦後初の国産駆逐艦として1949から1952年度計画で12隻が建造された。次世代空母の名前などを想定した艦隊護衛艦であり、 他の欧州諸国の駆逐艦よりも大型とされた。そのコンセプトを含めて、対戦機のルアルディキュートの類似性が指摘されている。対空、対水上並走主体の汎用艦であり、手法としては、モデル1948-54合計 127mm 連装砲を採用、艦首艦板に1機、艦尾艦板及び、上部構造物上に、背負い式に1機ずつの、 計算機を搭載した。エメリー1948は、フランス製の両用砲であるが、アメリカ製の54口径5インチ単装速射砲と、弾薬の互換性があり、最大発射速度18発、分、最大射程22000メートルの性能を備えていた。広角砲としては、ボフォース社の M5060 口径57ミリメートル連装砲を、 国産の砲塔と組み合わせたモデル1951が採用され、環境直前と中部城構え上に一機ずつ配置された。一方、対戦兵器については、当初計画ではごくわずかな配慮しかなされておらず、対戦爆雷の投下機場が設けられたのみであった。対戦戦の要請の増大に伴い、イギリス製のヘッジホックやスキットなど、 対戦迫撃砲の搭載も検討されたものの、結局は、対水上用の 550mm 魚雷発射艦に、対戦誘導魚雷の運用能力を付与するのみとなった。1960年代、本級は3グループに分かれて、それぞれ指揮統制能力、防空能力、対戦戦能力のいずれかを強化する改修を受けた。指揮艦型指揮艦改修後の、 シュルクーフ環境構造物が前方に延長されたほか、後部の魚雷発射管が撤去されている。最初に回収が行われたのが、式統制能力強化型であり、1960年代、初頭、ネームシップを含む3隻が回収を受けた。環境直前の 57mm 砲を撤去、魚雷発射管も現じて、環境構造物の拡大及び司令部用、 居住区画の新増設を行っている。防空型1962年から1965年にかけて、ケルさん以下4隻が、ターターシステム搭載回収を受けており、ケルさん級とも称される。52.53番砲を撤去して、マーク13単装ミサイル発射機を、後部5 7ト、mm、ル砲を撤去して、マーク74ミサイル射撃式装置2機を、 搭載している。また水ん状の DRBV-11 はシステムのメインセンサーとなるアン、SPS-39A3 次元レーダーに換装された。なおこのアン、SPS-39A は1968年以降の改修でアン、SPS-52 と同じプレイのアレーアンテナを用いるアン、SPS-39B に換装された。 このほか、防空船に対応して、セネットマイナスに戦術情報処理装置も搭載された。また対戦戦能力も強化されており、51番砲とバーターに、モデル546連装 375mm 対戦ロケット砲が搭載されているほか、ソナーもダブ -24 に更新されている。対戦型対戦型回収後の、 マイレブレゼ1968年から1970年にかけて5隻がアスダブリ能力強化回収を受けた。これは T-47-53 型をもとに1956年度計画で建造されたラガリソニエールとほぼ同等の水速装備対戦兵器を搭載するものであり、環境直前にエメリー。 546連装 375mm 対戦ロケット砲を、また、完備甲板に、マラホン対戦ミサイル発射機を設置した。またソナーも低周波のダブ二 -23 に、乾燥するとともに、可変振動式のダブ四 -43 も搭載された。ただしヘリコプターは搭載されなかった。対空、対水上能力も強化されており、対空創作レーダーは、 DRPV-22A、低空警戒、対水上捜索レーダーは DRPV-50 に更新された。また手法も新開発のエメリー 1953-100mm 単装砲に変更されており、放射撃式装置として DRBC-32A が環境上とチューブ上構え上に一機ずつ搭載された。 57mm 広角砲はいずれも撤去されている。指揮官型3隻は早期に退役し、残る艦も、対戦型はジョルジュレーク級駆逐艦、防空型はカサール級駆逐艦によって更新された。なお防空型のうち2隻のミサイル発射機などは、公認のカサール級に転用された。同世代艦、ありがとうございます。